おはようございます。ケンです。本日もテスラに関するニュースをお届けします。全部で4つ、ロボタクシーの最新動向、スーパーチャージャーのシステム変更、カナダでの政治的な影響、そして EV 業界のトータが進む中でのテスラの立ち位置、どれもテスラの未来に大きく影響する話題ばかりです。特に投資家とオーナーにとっては見逃せない情報だと思いますので、ぜひ本日も最後までチェックされてください。 まず、テスラのロボタクシーの話題から、最近投資家の間で、テスラのロボタクシーが、テスラの次の成長ドライバーになるのか、それともただの夢物語なのか、意見が分かれているようです。CFRA リサーチのアナリスト、 ギャレット・ネルソンさんは、テスラの株価がまだロボタクシーの市場ポテンシャルを十分に織り込んでいないと指摘しています。つまりもし、ロボタクシー事業が本格的にスタートすれば、テスラの企業価値は今よりさらに高まる可能性があるということです。モルガン・スタンレーも同様の見解を示していて、ロボタクシー事業がテスラの時価総額を押し上げる鍵になると考えています。 ただし、楽観的な意見ばかりではありません。投資家のゲイリー・ブラックさんは、テスラのオーナーの半数未満しか自分の車をロボタクシーフリートに提供しないのではないかと予想しています。つまり、ロボタクシーの普及には、思った以上に時間がかかるかもしれないということです。 では実際にテスラのロボタクシーはどれくらいの可能性があるのか。まず考えないといけないのはフルセルフドライビング、いわゆる FSD の進化がどこまで進んでいるのかという点です。テスラは FSD の性能をアップデートし続けてはいるんですけれども、完全自動運転の実現にはまだ課題が残っています。 さらに、規制の問題もあります。仮にテスラが技術的にロボタクシーを実現できたとしても、各国の法律がこれをどう扱うのか、特にアメリカやヨーロッパでは、まだ法整備が追いついていない部分も多いようです。とはいえ、もしテスラがこのハードルを乗り越え、ロボタクシー事業を軌道に乗せることができたならば、巨大な市場が待っています。 では次にテスラのオーナーにとって重要なニューススーパーチャージャーの待ち時間が劇的に変わるかもしれません新しく導入されるバーチャル待機システムについて見ていきましょうはいでは次の話題なんですが正直日本ではそこまで感じないかもしれませんが海外のテスラオーナーにとってスーパーチャージャーの混雑は長年の悩みの種でした 特に休日や旅行シーズンになると充電の街の行列ができてしまい、なかなかスムーズに充電できないということもあります。そんな中、テスラが2025年の第二四半期からバーチャル待機システム、この試験運用を開始することを発表しました。これは充電の順番待ちを整理し、無駄な混雑を減らすための新しい仕組みです。 具体的にどういうシステムなのか、これまでのスーパーチャージャーは基本的に空いたら早いもの勝ちという形でした。そのため現地で充電待ちの列ができたり、順番をめぐってトラブルが起きることもありました。しかし、この新しいバーチャル待機システムが導入されれば、事前にアプリ上で順番を確保できる可能性があります。 これによって物理的に列に並ぶ必要がなくなり、無駄な待ち時間が減らせるかもしれません。 とはいえ、実際に運用が始まってみないと、どれくらい便利になるのかはわかりません。また、実際にどんな肝心なのか、これもいまいちつかめません。例えば、アプリで予約したのに、時間通りに行けなかったらどうなるのかとか、現地で急に充電したくなった場合に、順番が取れないのではないかっていうような疑問もあると思います。 試験運用の結果が良ければ、2025年中により多くのスーパーチャージャーに導入される予定のようですが、最終的にどのようなシステムになるのか、こちらに関しては今後のアップデート次第というところになっています。 では、3つ目のニュースですが、最近カナダでテスラがちょっとした政治的なターゲットになっているようです。その背景には、イーロンさんとドランド・トランプ大統領との関係があると言われています。まず、トロントの副市長、マイク・コールさんが、ヨークデールショッピングセンターにあるテスラの店舗のリース契約を解除するよう求める書簡を送付しました。 その理由として、イーロンさんがトランプさんと親しい関係にあることを挙げています。さらにトロント市議会では、テスラ社をタクシーやリムジン向けのゼロエミッション補助金プログラムから除外するという動きもあり、すでに可決されています。ただし、これはあくまで政治的な意図を持った動きであり、カナダ全体でテスラが排除されるという話ではありません。 実際トロント市の広報担当者はテスラが市の条例に違反しているわけではないとコメントしています。また市議会委員の中には CEO の政治的な立場を理由に企業を追い出すのはリスクが高いと批判する声もあります。この問題がテスラのビジネスにどれくらい影響するのかはまだわかりません。しかしテスラのような企業はイーロンさんの発言や政治的な立場によって 思わぬ形で批判されることがあります。特にテスラの株を持っている投資家の皆さんにとっては政治的なリスクがどう影響するのか気になるところです。カナダの補助金プログラムから外れるということでテスラの販売台数に影響が出るのか、それともそこまで大きなダメージにはならないのか、皆さんはこの動きについてどう思いますか 企業は政治とは切り離して考えるべきという意見もあるでしょうし、経営者の立場が企業のブランドに影響を与えるのは当然という考え方もあると思います。個人的にはカナダでのテスラの販売は以前も紹介しましたが、そこまで大きくはありません。なのでそこまでは心配はしていないんですけれども、心配ことがあるとしたら、 この動きが他の国に連鎖しないかということです。そこだけが少し心配だなと思っています。はい。では本日最後のニュースですけれども、最近 EV 市場が厳しい局面を迎えているようです。特に資金力の乏しい EV スタートアップにとって事業の継続が難しくなってきています。その中でも注目されていたのが EV トラックメーカーのニコラ。かつて時価総額300億ドルを超えたこともある企業なんですが、 ついに破綻しました。ニコラは2020年に GM と提携し大きな注目を集めました。しかしその後創業者のトレバー・ミルトンさんが投資家を誤誘導したとして告発され、会社は一気に失速、さらにバッテリー火災や財務的な問題も重なり、最終的に破綻に追い込まれました。 また EV 市場の成長が鈍化し、高金利の影響で資金調達が難しくなっていることから、フィスカーやカヌーといった EV スタートアップ企業も厳しい状況にあると言われています。一方でテスラはどうかというと、今でもしっかり利益を出し続けています。 この違いは何なのか。一つはテスラがすでにスケールメリットを確立しているということ。他の EV メーカーはまだ生産規模が小さく、1台あたりのコストが高い状態です。一方でテスラは長年の経験から効率的な生産体制を築いています。 もう一つのポイントは充電ネットワークの強さ。スーパーチャージャー網を自前で持っていることがテスラの大きなアドバンテージになっています。他の EV メーカーは充電インフラの整備が進んでいないことがネックになっているのに対し、テスラのオーナーは充電の利便性で大きなメリットを得られます。 では、この EV 市場の現状をどう見るべきなのか。ここから先、生き残るのは、資金力と技術力を持った企業だけになっていくのではないかと思います。そしてテスラはその両方を持っている数少ない EV メーカーの一つです。ただし競争はこれからさらに激しくなります。既存の自動車メーカーも EV シフトを進めていて、価格競争も激しくなっていくでしょう。ということで、EV での販売競争は 今後もっと厳しくなると思うんですけれども、テスラは第2の柱のエネルギー事業、そしてロボタクシー事業へと舵を切っていくので、僕はそこまで心配はしていません。よくテスラは自動運転など課題が多すぎるって言われますけれども、正直課題がない企業なんてないわけで、その課題を乗り越えるかどうかだと思います。きっとテスラは乗り越えると思いますので、引き続き応援をしていきたいと思います。 はい。では最後に今日のニュースをまとめていきたいと思います。まず、ロボタクシー事業、モルガン・スタンレーなどのアナリストは、これがテスラの次の成長エンジンになると予測しています。一方で、オーナーがどれくらいこのフリートに参加するのかが課題です。次に、スーパーチャージャーのバーチャル待機システム、2025年第2四半期から試験運用が始まり、充電待ちのストレスを減らす仕組みですが、実際にどれだけ便利になるのかは、まだ未知数です。 そしてカナダでの政治的な影響。トロント市では補助金プログラムからテスラが除外され、リース契約の解除を求める声も上がっています。政治的な要因がテスラのビジネスにどれほど影響するのか、今後の動向を注視する必要があります。最後に EV 市場の現状とテスラの立ち位置、ニコラの破綻をはじめ、一部の EV スタートアップが資金繰りに苦しむ中、テスラは依然として業界のリーダーとして生き残り続けています。 しかし今後の競争はさらに激しくなっていくと思います。ということで今日の内容は以上となっておりますけれども、最後にテスラの株価をチェックしたいと思います。本日は下落しておりまして352ドル台となっております。ここ最近あまり方向感がないなという印象があります。 はい。では今日もですね、最後までご視聴していただきありがとうございました。今日のこの動画が役に立ったと思ったら、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。また、最新のテスラニュースをいち早く今後もお届けしますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。まず、オンラインサロンのブレイクですが、本日までで募集を一旦終了します。 一旦募集はやめて、今回までに参加されているメンバーさんの課題やこれからのことを考えていこうと思います。すでに何人か動き出しています。一体どんなことで動いているのか気になる方は気軽に LINE の方で聞いてみてください。そしてエコファクトリーさんの東京支社での副社熱の体感会、これを3月1日土曜日に行います。ぜひ副社熱を体感されたいと言われる方は LINE の方でお問い合わせの方をよろしくお願いいたします。そして現在僕の方は5つのサービスを提供しています。 ネットショップ、中古テスラ情報の提供、太陽光や蓄電池のセカンドオピニオンサービス、そしてテスラに関する情報交換できるオープンチャット、太陽光や蓄電池、環境に関する情報交換できるオープンチャット、この5つのサービスに関しては、僕の公式 LINE の方でそれぞれ問い合わせ並びに参加ができますので、興味がある方は公式 LINE の方よりお願いいたします。はい、では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。